始めてくれ。本当にいいのかい、総帥。もし失敗したら、君の奥さんの体も失われてしまうかもしれないよ。死んだ人間にペケシキを移植しても無駄なのだろう。ならば、モアの死体から生き返らせるほかない。ルシオラならそれができるはずだ。それに冷凍保存された死体に記憶が残っているという研究は何例もある。僕もルシオラの可能性は信じてますがね、何分データが足りない。クローン人間の再生と死者の蘇生は似ているようで全く異なるんだ。僕の頭脳にかけマニを作り、多額の出資をしてくれたのは何のためだい。もう少し待つことはできないのかな。研究が進めばいつかは。それまであと何年待つ。私は何歳まで生きられるのだ。私にもべき時期が適合すればいくらでも待てたかもしれん。私はモアに会える日をずっと待っていたんだ。そのためだけに生きてきたんだ。それが叶わぬなら全て無駄なのだ。そうかい。僕は最後の確認をしたかっただけさ。ならばマニの所長として責任を持ってオーナーの要望を叶える努力をしよう。この実験の結果は僕としても興味があるしね。さあ、ジョシュ君、準備はいいかい？被験者の解凍した遺体はすでに中です。あとは始めるだけ。オッケー。それじゃあ行ってみようか。人類の明るい未来を照らしましょうってね。モア、まさしくモアだ。これがモアなんだ。今じゃない。モア、会いたかった。わからないのか。君の夫だ、マシロレンジだ。レンジさん。もうわかるのか。私がわかるんだな。レンジさん、レンジさん、レンジさん。記憶があるのかな。これは貴重なサンプルかもしれないぞ。ジョシュ君、カメラちゃんと回ってるよね。ああ、数台のカメラで撮影してる。レンジ、
私のモアが。やれやれ、総帥大丈夫ですか。だから言ったでしょう、まだデータが足りないって。